手先の差すごくないですか？チェキチェキこんにちは、表参道ヘアピスト、あやまるです。はぁ、今日も一日頑張った疲れた、もう髪もボサボサだし、もうお風呂入って寝ようかなって言ってお風呂に入ってる方多いんじゃないですか。もちろんそれでもいいんですけど、実はこのお風呂に入る前の1分で髪をサラサラツヤツヤにするリバースケアについて紹介していきたいと思います。このリバースケアって SNS でバズって、もしかしたら聞いたことあるって方もいるかなと思います。まあでも知らない人もたくさんいると思うので、説明をすると、お風呂に入る前にブラッシングをして、そのまま洗い流さないトリートメントをつけて、でさらに洗い流すトリートメントをつける、この工程をシャンプーの前にすることです。これがリバースケアと言います。お風呂入る前にめんどくさいよって思う方もいると思うんですけど、これをすることによってシャンプーをする時の摩擦を軽減させたり、スタイリング剤なんかも落としやすいっていうのと、あとこれ皆さん嬉しい、髪の乾燥パサつきを抑えることができます。まあ、ちょっとここまで前置きが長くなっちゃったんですけど、今から実際に私の髪でやり方だったりポイントを説明していきます。そして最後に仕上がりがどうなるかを見ていきたいと思います。では早速やっていきたいと思います。今私の髪の状態はストレートなんですけど、オイルがついている状態です。今回は右側をリバースケアを行って、左側は通常通りシャンプートリートメントをしていきたいと思います。はい、まず一つ目、ブラッシングです。ブラッシングをトリートメントをつける前に行っていきます。この時も毛先から順番に上に上にブラッシングをしていくと、絡まりがなくスムーズにブラッシングができるので、毛先から順番に優しく優しくブラッシングをしていってください。はい、今ブラッシングができました。そしたら次、洗い流さないトリートメントをつけていきます。今回はこちらのモロッカンオイルを使っていきます。このオイルはアルガンオイルって言って、保湿成分の植物性油が入ってます。保湿しつつシリコンも入っているのでコーティングがしっかりできます。量は片方でだいたい 1.5 プッシュくらいで、根元にはつけないように毛先を中心に内側も外側もなじませていきます。で、この洗い流さないトリートメントを今つけているんですけど、オイルタイプがおすすめです。オイルタイプにはシリコンが入っていることが多いです。シリコンは髪の毛をコーティングしてくれる効果があります。なのでシャンプーの時にこうワシャワシャすると思うんですけど、この時のこの毛先の摩擦を軽減させることができます。はい、今全体になじませたので、またもう一度ブラッシングをしてなじませます。はい、ここまでできたら保湿浸透効果をより高めたいので10分程度置いていきます。ではその間にリバースケアのポイントを紹介していきます。まずはシャンプーとかトリートメントっていつもと同じので大丈夫なのって思いますよね。はい、もちろん大丈夫です。いつも使ってるものを使ってください。わざわざ買い直さなくていいので、いつも使ってるお風呂場に置いてあるシャンプートリートメントを使ってください。わざわざね、新しいの買わなくていいっていうのは嬉しいですよね。で、次にオイルなんですけど、私は今回はモロッカンオイルを使用していったんですけど、じゃあ他にはどのオイルがいいのって思いますよね。このオイル選びとしては、アルガンオイルだったり、ホホバオイル系がおすすめです。ぜひ調べてみてください。で、このリバースケアの頻度についてなんですけど、だいたい週に1回から2回で大丈夫です。パサつきだったり乾燥が気になる方でも週に3回でいいかなと思います。もうこのリバースケアをすると髪がすごくしっとりしやすいので、毎日やってしまうと、もちろんボリュームは抑えられるんですけど、逆になんかペタッとして見栄えも良くならないので、まあやっぱりだいたい週に1回2回でいいかなと思います。ポイントとしては今言ったことなので、ぜひ覚えておいてください。はい、では時間になったので次の工程を進めていきます。次にやることは、洗いに流すトリートメントを髪の毛になじませる。じゃあ普段私が使っているトリートメントです。量はだいたい片方で2プッシュですね。こちらを手になじませます。そしたらさっきのオイルと同じように毛先にトリートメントをなじませていきます。内側も外側も均等になじませていきます。はい、そしたらまた軽くコーミングをしていきます。ここまでできたらリバースケアは完了になります。
流れを説明しながら順番にやっていったんですけど、放置時間を除けばやることとしてはだいたい1分あればできちゃいますね。ではこれが本当にサラサラツヤツヤになるのか見ていきたいと思います。はい、でここからは普段のお風呂と同じように髪の毛を濡らしてシャンプーとトリートメントをやっていきます。では髪の毛を洗ってきます。はい、今いつも通りシャンプーとトリートメントをしてきました。右側がリバースケアをした方、左側はいつも通り行っている髪の毛です。この時点でちょっと分かりますね、毛先のツルツル感が違います。ちょっとザラザラしてる普通の方。ではここからいつも通り髪の毛を乾かしていきます。洗い流さないトリートメントをつけていきます。コーミングをしていきます。では乾かしていきます。はい、ドライヤー完了しました。どうですか、違い分かりますよね。結構分かると思います。すごっ、まあ、正直毛先のケアになるのでこの辺は同じなんですね、この中間あたりまでは。でも毛先の差すごくないですか。指通りもすごく良くて、シャンプーしてる時もびっくりしました。もうね、流した瞬間からもうトゥルトゥルトゥルンって感じで絡まりなんて一切できなかったです。だけど別にオイルとかトリートメントが最初からついてるからって泡立ちが悪くなることもなかったです。通常通りシャンプートリートメントできました。でシャンプーやった後にまたトリートメントをつけるじゃないですか。その時も結構感動、もうね、浸透する感じが違うっていうか、もう手ぐしで分かった、すっごいツルツル、毛先だって違くないですか。これ光り方が違うもん。ボリュームも抑えれますよね。でドライヤーやってる時も正直毛先っていつも絡まるじゃないですか。この辺までは綺麗に乾かせるけど、毛先乾かす時にこう絡まっちゃうっていうのが通常あると思うんですけど、それがなかったです。もうスムーズにドライヤーしながら手ぐし通せたし、もう手ぐし通せば通すほどツヤが出るなっていうのがめちゃくちゃ分かりました。もうこれマジでめっちゃすごい。リバースケアいいですね。でもこれ毎日やるものでもないので、まあ、皆さん週に1回や2回ぜひやってみてください。効果抜群です。はい、ということで今回はリバースケアについての紹介でした。参考になった方はいいね、チャンネル登録お願いします。下にコメント欄があるので皆さんやってみた感想ぜひ書いてください。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。